キングの椅子。ああ、これね。やっぱりもうね、もうネットニュースとかにはね、もうなってますけど、はいはいはい、まあ番組でもちょっと何回か紹介しましたけどね。うん、これは本当に心強い椅子になりましたね。東さんのお家にある。どの目線で言ってますか、あの椅子はですね、みたいな。あの椅子は。何でも鑑定団とかやってないだろうね。すごく座り心地もいいですし、品がある椅子で、よかったです。やっぱりこれに座ったっていうのが自信になるんですかね。いや、なんかね、自然となりましたね。やっぱりハンマーカーンが優勝してるって言って、ちょっとね、半信半疑で、僕座るまでは遊び感覚だったんですよ、ちょっと。座らせてくださいよ、なんて言って。でもね、座ったらね、本当にちょっとね、こう、パワーが。うん、なんか重厚感があるというかね、なんかね、その気になるんだよね、あれね。ね、ああいう椅子ってなかなかありそうでない形というかね。へぇで、それ写メ撮ってもらって、うん。動画だったんですよ、ね。動画だったんですよ。だってそもそもが、だってあのキングの椅子ってね、俺が適当に名付けたというか、そのうちに俺は勝手に買ったんですよね、あれ。うん、そしたらヤスさんが、何この趣味悪いのって言って、お前これはキングの椅子なんだよって、ね、これはもうキングの称号を与えられた椅子なんだから、これ縁起がいいんだって言って、うん、なんかそんなこと言ってたんですよ。うん、でその時にザ・マンザイがあって、そのハマカーンが前の日に来て、キングの椅子座れて明日キングになるんだからって言って座って、その時は冗談だったんですよね、アグマさんも。半分冗談というか、半分冗談というか全部冗談だな、うん、座っとけよみたいな、うんうん、そうそうそう、それで写真撮ったりなんだりとかして、うん、で前祝いをして、うん、それで次の日本当に優勝したから、このキングの椅子本当にすごいなって言ってたんですよね。言って遊んでたんですよ。ええ、で僕も座らせてくださいよねって言って、うん、2組続くとね。そうですよ、だって日本一が2組で出るってなかなかのもんですよね。いやすごいですよ、うん、あれね。なんか東さんも大会出た方がいいんじゃないですか、はい、椅子の持ち主として。いやそう、いやだけど最近安さんがちょこちょこ座ってるんで、はい、来年の R1 もしかしたら安さんあたり狙ってんじゃないですか。何やるんですかね。他の芸人さんで座らせてくれって来る人いないですか。いやいや、一応中衛がね、流れ星がね、座らせてくれてたけど、ちょっと一旦待ってって、ね。